本日は最初にお伏せメッセージを紹介するやで。ショーホーレルスさんより、イクヤエンの投げ銭をいただきました。ありがとうございます。それではメッセージをご紹介するやで。職に一言ある家庭で飲まれた私から言わせてください。何かとは言いませんが、食べ物は大事にしましょう。鶏肉モチーフのたまちゃんもいることだし、どんな食べ物でも粗末にしてはいけないと思うの。ショーホーレルスさん、メッセージありがとうございます。鶏肉玉は食品モチーフなんかな。ただもも肉、今回は胸肉、手羽と明記されていることは確かやね。イラストはトゲモンガーさんの制作です。 X アカウントは画面上部に表示の通りです。何にしても食べ物は大切にありがたくいただきたいもんやね。今回は外部サイトからのお布施メッセージの送信ありがとうございました。皆さんこんにちは。今回もリーガルご安全にマスクとダブルハンマーです。本日も堀口秀俊スペシャル内で高崎事変の時間がやってきてしまいました。世間はお盆休みだというのに、相変わらず高崎では何やら事件が起こっているらしく、連日好き嫌い .com の堀口秀俊くんのページには大量のコメントが投下されています。しかしながら好き嫌いのコメントは誰が書いたのか不明であり、大前提が真偽不明の怪文書です。時々何のつもりなのか発表して特定個人の氏名をボロンするやからもいますが、皆さんも危険なものには触れず、リーガルご安全にスルーしてくださいね。しかしながら、投稿主も対象も不明の怪文書だけでは、せっかくの堀口秀俊スペシャル、外伝、が霞んでしまうというものです。そこでいくつか、堀口くんの過去投稿もご紹介することにしましょう。皆さんも存分にオーラを感じてください。では行く。女友達から、一晩でご発注、信勇伝を聞かされたことを思い出すと、必ずしも着信開始から発射までの時間は短くなくても良いように思えてきます。むしろ発射から時代焦点までのリードタイムの方が重要かもしれません。私ですか。さすがに一晩で5発は無理ですね。すると私の場合は着信開始から発射までの耐久練習をするほかないのかもしれません。あるいは着信開始までの下準備、お入念価値のお道にするとか。何言ってんだこいつ。いや、いくらインターネット上のコメント欄とはいえ、実名と顔写真を堂々と晒しながら、これを投稿していると考えると衝撃が走ります。ハンマーに電流走る。人脈、一人焼肉、脳みせに行ってからというもの見事にはまり、先週は3日連続で訪れてしまいました。今週の日曜日も夕食は、一人焼肉、で、この1週間で4回も、一人焼肉、に行ってしまいました。1000円台で焼肉を食べられる魔力にはかないません。先週の金曜日のデートは自助園に連れて行かされたので、これを足すと1週間で5回も焼肉に行ったことになります。そんなわけでお腹が出ていますねと馴染みの服屋さんで指摘され、体重計に乗ってみたら約 3kg も増量していた事実が発覚。昨日は走ってジムに行ってきました。ちゃんと運動する習慣をつけないと大変なことになっちゃいますね。中央で焼肉はさすがにササファンだ。これは2018年、5年半ほど前の書き込みになりますが、現在の体調はいかがでしょうか。後でも紹介しますが、堀口くんは自称、潰瘍性大腸炎を患っており、最近裁判期日を欠席して延期してもらったりしているそうです。もろちん、今は無理はせず体に優しい食生活をしているかもしれませんが、体調には気をつけてもらいたいと思います。昨日で21歳を迎えました。ランチは高校時代の友達と牛タン、ディナーは彼女と焼肉でした。昼も夜もヘビーだったので胃腸が心配です。昼、夜と肉を食っとるやないかい。おっと失礼しました。これは5年前の投稿なので、今更言ったところでどうしようもありません。以前の動画、肉肉肉麺肉肉麺でもご紹介しました通り、堀口くんは肉を食べるのが大好きなのでしょう。もろもろちんちんちんちちん、堀口くんが何を食べるのかは堀口くんの自由です。それをネットに公開するのも、もろちん自由にして問題はないと思います。しかしながら、それを見た人がどんな感想を抱くのかも自由であることを忘れないでいてください。では次に行きます。彼女が人前でイチャイチャさせてくれません。横断歩道の信号待ちで後ろから抱きつくものなら、人前でベタベタしないで怒られてしまいます。
横断歩道の信号待ちで後ろから抱きつこうものなら、後ろから抱きつこうものなら、後ろから抱きつこうものなら。何でしょう、似たような表現を最近高崎事変の海軍書で見かけたような気がします。しかしそれは高崎に現れた怪異の仕業なので、もろちん、たまたま、偶然でしょう。それではちょうどいい頃合いですし、ここで好き嫌いの怪文書に移っていくことにしましょう。大前提、真偽不明、投稿者不明の怪文書ですので、全くのデタラメである可能性もあります。皆様リーガルご安全にお願いします。8月5日の書き込みより抜粋。事実関係。中学生の夏休み、ストーカー行為と抱きつき事件あり。今回突然登場、妹さんに後ろから抱きつき頭を撫でる。妹さんというのは、怪異に狙われてしまったかわいそうな女性のことです。怪異と同級生の兄がいるため、相対的に妹さんと書かれています。実際はもっとえぐいです。学歴や自分語りが最初からあり、特に妹さんには今彼女が何してるか含めていきなり話し始めたのと、手土産が彼女に関連するもの。なんやこれ一体、頭おかしなので。いや、もうこれだけで結構な事件なんよ。かろうじて顔見知りだったから温情で通報されてないだけで、普通に新聞に載っちゃう事件じゃないですかこれ。いや、もしかしたら通報されてるかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。こんなもんにターゲットにされたら、男性が怖くなったりするとか、トラウマになってしまうんじゃないでしょうか。そんなことをしたために怪異は周辺の同級生たちに捕獲され、怪異の実家と親族を含めた話し合いになったようです。そんでは、怪異は、私は全く悪くないという趣旨の主張をしていたそうですが、もろちんそんなものが聞き入れられるわけもなく、妹さんやお兄さんたちに近づかないよう約束されたそうです。これで妹さんの周囲に平和が訪れたかと思いきや、この程度で高崎の怪異は封印されませんでした。絶望。あいつが反省をしないこと、約束を守らないことは、高崎市民たちも薄々感じ取っていたようです。案の定、すぐに妹さんの行動範囲のコンビニで待ち伏せしている怪異の姿が目撃されていました。気持ちいい。何やっとんねん。偶然たまたまと言い訳していたようですが、バレバレです。もうね、悪意をビンビンに感じるんよ。赤切れ屋さんも股間のハンマーじゃない、股間のレーダーがビンビンだと言っていました。それからもかなり大量に小学生レベルの下ネタや、とても YouTube には書けないような内容の垂れ込み文書が出るわ出るわと投下されていきました。そのどれもがなんかね、チャットしているというか、小学生の下ネタなのになぜか闇を感じるというか、ドン引きしてしまうエピソードが多いのは何なのでしょうか。そんな流れの中で、好き嫌い .com の堀口くんのページに異変が起こります。なぜか〇〇兄弟と名前を出して、結構な内容の罵倒コメントが書き込まれたのです。しかしながら、この〇〇は話題となっているお二人の名前ではなかったらしく、同級生にいた別の人の名字だったようです。おそらくですが、これはそのものズバリの名前ではなく、近いところの名前を書くことで、自分に従わないと本当の名前の方を出すと、トーラついているという感じでしょうか。それと別人の名前だということで逃げ道も残しているという、クッソダサいムーブですかね。その後、さらに似たような文章が投下されました。〇〇兄弟、兄、キレのいいストレートを撫でる部活はサッカー部、弟、抜群の選球眼を誇る部活は囲碁部。これは何でしょうか。野球の板か何かの構文かと思ったのですが、私はちょっと分かりませんでした。そんな中、とある X ユーザーのつぶやきが目に入ります。風俗常連のレビュアー用語なのよ。さっし、どうやら高崎の会風俗レビューの用語や構文に詳しいようです。なんだろう、風俗レビュー、爆祭、英国屋で金、よくたまな。高崎の怪異と横浜の怪人に関連が見えたような気がしました。きっと気のせいでしょう。そして我らの堀口くんは、そういうお店を利用したことは一度もないということでしたので、当然レビュー用語を使いこなす高崎の怪異とも無関係です。なぜか裁判書面に介護用椅子の大きさや色、使用方法などの解像度の高い情報が書き込まれていたりしましたが、絶対に無関係です。また、かつてトレント版の違法ダウンロードの時短要求が来たら、絶対に乗った方がいいと強く勧めてくる
やたらしょ難しい言い回しをする長文くんも、金額の例えを風俗のコース料金で表現するという独特の感性を持っていました。なんでしょう、この界隈には風俗店に詳しい会員が集まってくるのろいでもかかっているのでしょうか。堀口くんは一度も利用したことがないと言っているんですから、無関係に決まっているでしょうに。次に行きます。アルパカ社長がこのスキキアイでのボロンを目にしたらしく、こんなポストをしていましたので引用します。そいやボロンしたらタレコミ等の情報を公開するっつったよな。ヒント、どんぐり。上申書2024年6月8日東京地方裁判所民事第9部本中、申し立て人モザイクで終始。本文訳、この事件について申し立て人は持病の容態が悪化して貧血を起こし、自宅で意識を失ってしまいました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。よろしくお願いします。これ多分どんぐり拾ってて寝過ごしただけだと思うよ。もっと言うと当然のことながら診断書なんてないよ、口先だけ。あのクソみたいな住所取得方法も分かった。どういうことでしょうか。モザイクで修正が入っているため分かりませんが、誰かの持病が悪化し裁判期日に出られなかったようです。一体誰なんでしょうか。当方にはさっぱり分かりません。すっとぼけ。ちなみにこれ、期日当日は連絡なしのぶっちだったと聞いています。真偽不明としておきます。一徳が一度や二度じゃない、期日は全てに出ている。裁判所をバカにしているにも程がある。裁判官や書記官がどれだけこのために仕事として動いているか全く理解していない。当然相手方も弁護士用意して待機してるわけで、その人たちも何も話せずに無駄な時間になる。本当に自分勝手な奴がいたもんだね。ああ、これはいけませんね。急に体調が悪くなるのは仕方のないことなのかもしれませんが、そんなに何度も何度も倒れるのなら入院するなりなんなりした方がいいです。期日にも本人が出られるかどうかわからない状態なら、お金はかかりますが、きちんと代理人を立てて自分が動けなくても周りに迷惑をかけないようにすることはできるはずです。そんなの人の勝手といえばそれまでなのかもしれませんが、その勝手によってきちんと準備してきた裁判所の人たち相手方に迷惑がかかることを忘れてはいけません。アルパカ社長のポストが真実なのであれば、一度や二度などでなく何度も急病で裁判期日をすっぽかしていることになります。頭おかしなので、体調が悪いなら悪いなりに、どうすれば迷惑をかけずに済むのか少しは考えてほしいものですね。では次に行きます。王の偉業達成を見届ける赤さんのポストより引用します。おお、和系 CL を無事卒業されたが、ウェブにて一般公開されるはずの。堀口さんの処置論はよくできすぎているがゆえに教授に横取りされてしまった。だから堀口さんの処置論は残っていない。そうである、許せねえ。フォントに該当の書き込みを見てみましょう。近代暇書論はキング州カレッジロンドン社会科学公共政策学部新商学科新商学振興処置の堀口さんの学歴に嫉妬し主義。おや、堀口君はいつの間に KCL を卒業したんでしょうか。そんな発表は目にしていませんが、このコメントをした人はどこでその情報を知ったのでしょう。あと余談ですが、近畿大学の近代がご返還で近代になっているの馴染みに笑えます。暇空さんもライブで目についたのか。近代暇空って何？暇空って襲名制なの？じゃあ江戸時代の暇空や平安時代の暇空とかもおるんか、などと話題にしていました。各時代の暇空なんか強そうですね。世界がピンチの際には時空が歪んで各時代の暇空が集結したりするんでしょうか。おっと、横道にそれてしまいました。本題に戻ります。堀口さんの処置論はよくできすぎているがゆえに教授に横取りされてしまった。だから堀口さんの処置論は残っていない。同一 IP で自分にです。マジかよ、堀口さんの論文は横取りされてたのか。彼は本当に苦労人だな。ドン引き。いや、あの卒論を教授がパクったって何を言ってるんでしょうか。冗談にしてもちょっと意味がわからなすぎます。このスキハに書き込んだ人物はちょっと KCL を低く見すぎているのではないでしょうか。なぜなら仮にこれが事実だとすれば、学生の書いた論文をパクるような程度の低い教授が KCL にいることになってしまいます。あの堀口さんが門を叩いた、入ったとは言っていない、 KCL がそんな低レベルなわけないでしょうに。無実の学生にバクマリオ国の疑いをかけて定額にしたりすることも同じ理屈であるわけがありません。だってそれも事実なら KCL ださしょぼってなりますから。堀口くんの誇りでもある KCL をそんな風に貶めるなんて、これはきっとスキハのふりをした堀口くんアンチの仕業に違いありませんよね。だいたい書いた人はどうやって
教授が卒論をパクったことを知れたというんですか。あなた何者ですか、スーパーハッカー。あ、タキシードパンダ。はい、オチがついたところで今回は以上にしたいと思います。最後に自前の広告が流れます。ブルボンのアルフォート、ミルクチョコとリッチミルクチョコのお得な詰め合わせパックをご紹介します。通常の箱番と違い個包装なので一つずつが食べやすいですね。なんといってもチョコレートと全粒粉入りビスケットの組み合わせがあるし、間違いのないお菓子です。ちなみにアルフォートというのはブルボンが作った造語で、チョコレートにデザインされた帆船から冒険、夢、ロマンなどをイメージしてブルボンがアルフォートと命名したとのことでした。え、どうしてこのタイミングでアルフォートをおすすめしたのかって、私にもわからん。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。